はいどうもこんにちはクレイです。よろしくお願いします。さあということで今回はダルビッシュセレクション OB 大野豊選手初紹介やっていきたいと思います。ガチャ動画から始まり使ってみた動画、そしてさらには評価動画というところもね出してますので、よかったらまだ見てない動画ありましたらぜひね見ていただければと思います。ということで今回はこのね広島大野選手使っていくんですが、まあ、ここもですね個人的にはかなり使ってみたかった投手の一人で、あの皆さんご存知だと思いますが球種がねかなり特殊なものを持っております。まあ、特にやっぱりマッスラとパームですね。はい、この2つを持ってる投手ってかなり少ないので、まあそういった意味でもね、希少価値が高い、選手がいるかなと思います。でさらに特殊能力もね、超タイムピッチ20丸持っているなど、非常に強い、形になってます。ってことで、まあ、今回は大野選手を使っていくんですが、まあこの使ってみた動画に関してはね配信者さんいろんな動画出されてると思うので、まあちょっと一味違う動画を、今回出したいなということで広島純正で、やっていきたいなと思います。広島純正は多分ね動画でやったこと一回もないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、全球団純正を完成させるという目標のもとですね今年はスタートしておりまして、でまあ現状のね広島純正がこんな感じとなっております。いかがでしょうか。結構強いオーダーがね含めているんじゃないかなと思います。まあ、若干いくつかねちょっと育成途中の選手とかも、入っちゃってはいるんですが、まあでもほぼほぼ S ランクで組めているというね、状況になってます。特にやっぱ広島は外野が強いっすね。前田選手、丸選手、鈴木選手でさらに金本選手だったりとか、また西川選手とか島選手とかまで余るっていうね、状況になってます。で続いて投手陣なんですけれども、投手も普通にまあ先発がちょっと薄いかなっていう感じはありますけども、今回この大野選手が入ったことがめちゃくちゃ大きいですし、まあ、あとやっぱり後ろのピッチャーが、かなりいい感じかなと。コルニエル選手がまだ S ランク多分出てないと思うんですけど、普通に強いですよね。まあ、今回は大野選手でとりあえず1試合、そして、まあ、純粋に広島純正でもう1試合っていう感じでね、やっていこうかなと思ってます。じゃあまずは大野選手ね軌道確認からやっていきたいと思います。いきましょう。さあということで大野選手ね使っていきたいなと思います。まずは一球手術ね見ていきましょう。マッスラから、マッスラの動きはこんな感じです。はい、パームは通常時の変化がこんな感じでございます。あ、うおーっと出頭しちゃった。ちょっと先にタイピンが出ちゃった。狙ってないのにタイピン出ちゃった。パームいきます。タイピン時ちょっと今の浮いちゃいましたね。低めに、はい、いや変化量えぐないこれ。しかもこれちょっと違い分かります？これね変化3段階なんですよね。低め、真ん中、高めで変化が変わります。これ高めで真ん中、真ん中の高さいきます。うん、で低めがこんな感じ。うん、動き方えぐいっすよね。ちょっとタイピンないバージョン、タイピンないと、うん、これが一番大きくて真ん中の高さがこれで一番上がこういう感じですね。うん、まあパーム自体はね個人的にそんなにこう厄介なイメージはあんまりないんですけど、まあでもこの大野選手の、3段階変化はかなり強いんじゃないかなと思ってます。特にタイピン出た時ですね、うん、が強いんじゃないかなと思います。さあまた超タイピンが出ました。スクリューもかなりねタイピン出た時は変化量も大きいですし、まあ、パームにある程度頭がある上でこれを投げられると、まあ、かなり厄介なんじゃないかなというふうには思いますね。あとカーブ、カーブも超タイピン出た時めっちゃ大きいな。6かな。うん、でシュート、オッケー。でまた引き続きタイピンが出てるんですけど、マッスラも、タイピン時見ましょう。こんな感じです。いや動き方いいな、このキュッて動き方がマジで好き。うん、まあこれにねさらに普通のストレートとかあったら強いかなっていう気はするんですけど、まあでもこれだけでも十分強いわ。でチェンジアップ、はいって感じですね。まあ基本的にこう遅いボールが多いので、まあいかにこうパームとか、まあ、スクリューとかを意識させながら、まあ、マッスラもねこう見せていけるかっていうところが、まあ、緩急差っていうところでは肝になるのかなと思うんですけど、まあ、早速ねちょっと実戦の方で見ていこうかなと思います。さあということで本日の初戦でございます。よろしくお願いします。今日の動画からですねちょっとリボンが変わってまして、 DeNA スピリーグ代表のね、リボンがつきました。これね3選手にしかもらえないっていうね、貴重なやつなんですけれども、いただきました。はい、お相手の方がですね名人の今ランキングをかなり走られてる方で、打率5割4分ぐらいある方でしたね。ちょっとランク戦も今連勝が続いているので、連勝が広島純正でストップしないように頑張っていきたいと思います。 OKOKOK、 ちょっと引っ張っちゃったけど、まあいいでしょう。さあ2番は菊池選手、ここはね侍ジャパンのものを使ってます。普段だったら守備 S のね、ベスト9のものを使ってるんですけど、今日はちょっと代打出しづらいんで、これで来ております。いやー惜しい。あんまりなんかね最近ランク戦そこまで高打率の方となかなかマッチングできてなかったんですけど、今日は、まあ、かなりいい
まあ今日はかなり、なんだろう、ちょっと厳しい試合になりそうな気はする。さあ集中。せいやさんメジャー行き決まっちゃいましたね。来年はだから、まあ、まだ契約が決まってないんであれですけど、まあ、MLB の移籍がこのまま決定となればワールドスターっすね。広島純正の人も大変になってきたね。マイケンさんといい。うわマジそれ伸びないか。はい、ということで広島純正初回点取れませんでした。さあ大野さん行きましょう。いやーどうでしょうね、大野さん通用するかなこの相手に。でもこの相手に通用したらまあほぼ本物でしょう。では行きます。さあ引っ張り警戒。まあ大野選手みたいな緩いタイプのボールを投げるピッチャーは相手によってはね長剣もありかなと思うんですけどね。はい、とりあえずまずはマッスラをちょっとしばらく温存します。相手の方もパームどんな感じで軌道になってるんだろうって。わあ打たれたわ。まあなかなか迷うんじゃないかなと思ったんですけどね。ちょっと外怖いな。スロースクルーでもいきますか。 OK ないぼ。マッスラを温存しつつカウントを取りたい。あ、いいとこ、いいね。いやー外投げたくないんだよな。ギリボールになるぐらいのとこにボールにして、おい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 。外角泣かせる人だと逆にねあの辺のコースを振りたくなっちゃうんですよね。まあ、僕も結構振りたくなる節があるんで、まあわかる。さあマッスラ行きます。いやーこの低めちょっと微妙だったかな、迷ったけど。あー危ねー。できる限りこのラインですね。ここのラインが一番大野選手は強いと思う個人的にも。まあ、さっきの千賀選手みたいな、まあ、使い方に近いんですけど、このラインってマジで攻められて嫌なのよな。さあスロースクルー入れに行くボールで、あーまあでもちょっと配球考えるのが楽しいタイプのピッチャーですね大野選手マジで。うまい、よし。さあからのパームだな。パームで仕留めるしかない。この高さ頼む。あーちょっと低い、取れないか。今のもね、そどっちかな、どっちに来るかなって思わせるようなところに投げたかったんですけどね。あー超大ピン出たけど代打かな、消しかな、消しに来るかな。いやー消された。これ歩かせましょう。もう歩かしい。さあ大ピンお願いします。超大ピンチお願いします。きたー、いきます。いやこうなってからが本番でしょう。まあ1点はいいや、最悪ここ。いやうまい、よーしよしよし、ただシフトがはまっている。さあいいよ、引っ張り警戒はまって、超大ピン出て、マッスラはできる限り温存。ある程度多分マッスラ待ってるとこもあると思うんですよね。まあこれ使うか。あーしよしよし、大野さん強っ。5割4分0で抑えました。いや点取ろう。いやーエルドレッド能力きつい。いやでも大野選手みたいなタイプのピッチャーを使ってて毎回思うんですけど、タイピンが出てから強くなるピッチャーっていいっすよね。ある程度なんか打たれてもこうまあ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 みたいな気持ちでいけるっていう。いやー野村健さんやばい能力が。いや今日全然打てない。さあ大野さん2イニング目抑えて、怖え、一発打たれたら終わるんよな。ファーム、ここ、よし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 、引っ張り警戒はまってるね。大野選手とかこういう緩いタイプのねボール操るピッチャー、本当に守備シフトとか相手のこうなんか打ち方とかも見ていかないと、抑えられないですね。今のとかもシフトしっかりしてなかったら多分2本ぐらい、まあ、さっきの回も合わせて2本ぐらいヒット打たれてるんで全然違う展開になってるはず。よしよしよし、あんまりインコース頭ないのかな。高め行ってみますか。あんまり高め見せてないんでいいんじゃない。よし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 、打ち取ってる打ち取ってる打ち取ってる。さあ、あとアウト1個。怖えな、ビシエド怖えな。大丈夫大丈夫大丈夫。いやーマジ引っ張り警戒マッスラ。いやーこのコース怖え。 OK、 がっつり高めパームいきますか。これ怖いけど、よし。いやーいなかったそこ、マジか。うわ怖え。バース VS 大野さん、いやー何投げよう。配球むずすぎ。スロースクリュー OK、 ここかな。ファーム投げてる高さにマッスラ頼む。オッケーオッケーオッケー。あんまりマッスラ待ってなさそうなんだよな。パーム待ってる気がするよな。もう一球いこう。オッケー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 。狙いは合ってる。ボールにしよう。ボールにして、あーボールすぎ。入ってこないところにスロースクリック。これでどう。いやー惜しい。いやマッスラだろ。パーム散々意識させてのマッスラ勝負。
いや、うめー、うまかった、私は。さあ、ということで2試合目でございます。頑張ってやっていきましょう。ちょっとね、さっきの試合全く打てなかったんで、この試合は、しっかり打って勝とうかなと思います。2試合目の先発はマイケンさんで来ました。ワールドスターのマイケンさんですね。いや、これね、ちょっと久々に使ってみたかったんよな。まあ、もうそろそろ多分マイケンさんも来るんじゃないかなということで、今年どっちのタイプで来るんだろうな。去年ね、このマイケンさんは自己プロデュースというところで能力が変わったんですけど、今年はどうなるのかな、ちょっと気になるところではありますね。さあ、ということでちょっと2試合目はね、いろいろお話したいことがあるんですけど、昨日ですね、リアル E っていうあのテレ朝の、番組にですね、ちょっとだけ映りました。はい、スピリーグ特集みたいな感じで、まあ、e スポーツの番組なんですけど、スピリーグをね、こう取り上げていただいておりまして、でそこでね、こう球団代表決定戦の際の映像が使われていて、で、まあ、僕の3位決定戦の試合、そしてその後のインタビューをね、軽く受けたんですけど、まあ、そこがチラッと映ってるっていうね、感じになってますので、まあ、よかったら、昨日見れなかったよと、リアルタイムで見れなかったよっていう方は、TVer ですね。はい、TVer で、見れる感じになってますので、今多分画像とかも出てると思いますが、よければ見てみてください。無料で見れます。こう地上波の番組に出るっていう経験はあんまりなくて、まあ、出演でね、この間出させていただいたその GHS ナイトは東京 MX とかでも放送がされてたんで、一応地上波デビューはそっちかなっていう感じなんですけど、放送されました。かなりこう、おー、前田さん今年は出ないかな。なんか吉野さんが出る年に前田さんは出ないような気が個人的にはするんですよね。うまい、あー、危ねー。オッケーオッケーオッケー。外野下げてたのかな今。おっしゃー。で、あとそうだ、スピリーグの話で言うと、トップページですね、うんこ、プロスピのトップページに今日からなんか特別サイトみたいな、サイトっていうか、なんかなんだろう、ページみたいなのができてます。はい、でなんかそこから応援大会とかかなが、まあ、できるようになったりとか、あとは動画視聴とかもそこからできるようになるみたいなので、まあ、よければ、ぜひですね、チェックしていただければと思います。はい、まあ、まだ何も多分なくて、ただね、なんかプレミアムストアでしたっけ、エナジーでね、買えるやつがね、入ってて、スピリーグ関連の何かしらがもしかしたら買えるようになるのかなってちょっと期待してますね。うん、どうなんだろう、何がもらえるんだろうな。まあ背景とかかな、背景か、どうなんだろう、ゲーム内のなんか使えるものとかなんかな。うまい、エルドレッドナイス。まあ結構スピリーグの方も、まあ、運営さんもね、盛り上げたいと思って、頑張っていろいろやられてると思うんでね、まあ、選手として僕は出させていただくんで、頑張ってね、盛り上げていきたいなと思います。さあ、ちょっと広島に浮気をしてますけどね、今日はね。あー、打たれる。ちょっと変えようかな、変えます。マイケンさんちょっと打たれそう。コルニエル選手ちょっと行ってみていいですか。ちょ、これ特訓してないからあれなんですけど、160キロのツーシーム、ビエイラさん的な強さがあると思うよな。よし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 、まあ、ビエイラさんというかギャレット選手かな。でも165キロ出るんだよね、まっすぐが。めちゃくちゃ速いよな、ギャレット選手の球速くした感じで、さらにスラカットなんで、まあ、ナックルカーブがないけどね、大会ではかなりこれコルニエル選手無双できるんじゃないかな。よし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 。さあ、あとアウト1個か、あー、やばい、待って、打たないで、うわっ大やらかし。よし、やーべえ、マジか、ちょっと待って、連敗するこれ。ひっくり返します。ただ下位打線きついんよな。逆転のカーブ見せます。いやー、マジそれ取んの、うますぎ、ビシエド。いや、ちょっとここ大体行こう。志摩選手使ってみていいですか。志摩選手初めて使うけど、どんな感じなんだろう。いやー、俺落ちるなー。まあでも構え結構いい、好き、好きなタイプ。超消してんなー。よし、センター前、よーしよ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 し。さあ、金本さん、金本さんも乗るきついな。大体行こう、西川さんかな。あー、変えるか。おー、松井ゆきさん。あー、でも B ランクのやつだ、これ2シームあるやつかな、去年のやつやな。 B ランク出してくんなら代打いらなかったな。まあでも代打出したからこそかな。西川選手もほぼ初めてだわ、多分使うの。うまい。いやー、でも外野が引っかかった。外野下がってたな今。さあ、新井さん頼め。新井さんのフォーム癖ありすぎだろ、めっちゃ動いてるんだけど。よし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 、オッケー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 。2、3塁、2、3塁、2、3塁。さあ、丸さんよ。うわクローザー山本由伸、強すぎそれは。オッケー、見えてるよ。やるかしもあるな、でもこれ。あー、歩かされたか。まあ、しゃあない。さあ、菊池さん頼む。このために侍を持ってきた今日。いいよ。よしよしよし、見えてる見えてる。
あー、ストライクか、そこにいい配球するな。超えてー、だー